目がよく合う女がいるんですけど、あいつは俺のこと好きなの。俺のこと好きなの。なんで俺と目合うの。目が合うのって、目が合うっていうかもう見てる。俺のこと見てる。もう俺のことずっと見てるわ、あれは。だってさ、目が合うのは、たまにあるじゃん。たまに。たまに目合っちゃったりするじゃん。で目が合うイコール、俺のことをよく見てる。いつも。で目が合う頻度が高いってことは、俺のことをよく見てるからそうなるわけじゃん。いや、だけど、とりあえず俺のことをずっと見てるわけよ。いや、これは自意識過剰じゃない。ガチ。いや、目が、俺のことよく見てるってことは、俺のこと好きだよね。あれ。ちょ、告ってこようかな。いや、別に俺あの子タイプじゃないんだけど、そんな。あの子あんなタイプじゃないけど、ちょ、告ってこようかな。告るはちょっとまだ早いか。ちょっとナンパしてくるか。ナンパまだ早いな。ちょっと話しかけるか、じゃあ。俺のことよく見てるよね。こんな風に声かけてみるか。ちょ、話してみようかな。ちょ、話したことないんだよね、その人。よく目、俺のことよくガン見してる人、その人俺と話したことない人なんだけど、多分俺のこと気になってるから。だけど、最近コロナでマスクしてるわけですよ。コロナでマスクずっとしてるから、その人の顔も、その人は俺の顔、マスクしてる、マスク越しでしか俺の顔をあんま見たことないわけです。その人は。コロナ前は多分俺の顔見てる。コロナ前からあの人いたかちょっとあんま覚えてないんだけど。多分いた。で、マスクずっとしてるから、俺マスクしてるとマジクソイケメンなんですよ。俺マスクしてるとクソイケメンで、マスク外すと、まぁ、ちょっとイケメンぐらいになっちゃうんですけど、ちょっとレベルダウンするんだけど、マスクしちゃってるから、超絶イケメンに見えちゃってるわけですね、その女の人から。だからマスクの下が気になってんのかなっていうのもあるよね、多分。最近 YouTube の広告でマスクの下気になってる女の人がひそひそ話してるような YouTube の広告がよくあるじゃないですか。そういう現象が起こっちゃってる可能性もありますね。はい。だから俺マスク越し超絶イケメンだから、マスクの下気になってんのかな、だからガミしてんのかなっていうのもありますし、まあ、とりあえず俺のことを気になってるっていうのはもう確定なんで、とりあえず俺のこと気になっちゃってるんで、その子にアプローチすればまあ、ほぼ確実でゲットできるかなってところですかね。そうっすね。そんな感じっすね。今日はこんなところで。じゃあな。